はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。はい、ということで今日はですね、何をやるかというと、コメントをいただいておりまして、プログラマブルボタンでナビの行き先を設定してました。 ID8 のショートカットでナビの目的地も設定できますか？またその場合、目的地の名称変更は可能ですか？というようなご質問です。アベモーターズ。はい、それでは早速ご説明します。まずですね、プログラマブルボタン、ご存じない方は、まあ、ID7 前の世代のモデルだと、このオーディオのあたりに1から6だったかな、ボタンがあるんですけど、1、2、3、4、5、6って、その中に、まあ、自宅だったりとか、よく行くところだったりとか、まあ、ラジオだったりとか、いろんな機能を保存できたんですけど、それが ID8 から廃止されました。で、 ID8 の場合は上からこうやって下にスワイプするとショートカットっていうのが出てきます。まあ、このショートカットに入れられますかっていう内容です。で、早速ナビにしましょう。その前にですね、まずBMW ID で必ずログインをしといてください。機能がフル活用できません。一旦ちょっとどこか入力しますね。そうですね、まあよく使う東京タワーにしましょうか。はい、で一回まあナビしますと。はい、これでナビ設定できました。まあ、設定してもですね、ちょっともうすぐ消します。消します。はい、で目的地履歴に入っているので、この東京タワーを長押しするとショートカットに追加できます。でもこのままだと東京タワーです。でどうするかというと、長押しして、じゃ変えられるのか、変えられる項目はないんですよ。削除とかしかないんで。じゃあどうしようかなっていう時に、こちらの星のボタンを押してください。お気に入り登録、お気に入りに登録にします。続いて目的地リストにそのお気に入りが登録されるので、ここの目的地お気に入りから長押しをすると、登録項目の編集というのがあるので、ここで名前を変えます。で、例えばここを、まあ、安倍タワーにしときましょうか。安倍タワーにして変えました。そうするとこちらのショートカットの方もご覧いただくように、安倍タワーっていう名前が変わってますね。まあ、内容的にはね、ショートでも良かったんですけど、若干1分じゃ足りないと思ってちょっと通常の動画にしてみました。まあ、このように一旦登録したいところをお気に入りに入れてください。まあ、ここですね、お気に入りに入れてください。ここの星をポチって押せばもうお気に入り入ります。そして目的地リストから表示変えたいもの項目を長押しして編集です。そうすると名前が変えられるようになります。まあ、操作としてはね、そんなに難しくないんですけど、若干ややこしい内容です。はい、ということで本日はこんな感じの動画になっております。皆さんもですね、動画にしてほしい項目などあればぜひコメントで教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。Funny thing about love is, you never really know when it's coming. But you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene.